はい、中本博士のワンポイントレッスンです。今回からですね、折を見て皆様にですね、ひらがな48文字のですね、解説をしていきたいと思います。今日はですね、いから始めていきたいと思うんですね。そして毎回ですね、このいのひらがなの次元、ひらがなっていうのは本来漢字が元になっています。元の漢字を、次元と言っていますが、その元の漢字を知っていることはですね、この伝統的なひらがなを形よく、書くために大いに役立つと思われますので、その都度ですね、ひらがなの次元、漢字とひらがなの美しい書き方について解説していきます。まず一手字ですね。一手字はひらがなではですね、こう皆さんご存じとおり、こういうふうに書きますね。こういうに書きますね。意を美しく書くコツはですね、上はほぼ真横、そして右側を短く、で大事なことはここの筆脈をちゃんと取ることですね。意はですね、軽い右やりですが、わざわざここをこう上げなくてもですね、このようにこう上げる必要は ないんですね。もう真横に書いた、こうして真横に書いて、こっち短くすることによって、もうここに右やりのリズムが できますよね。ですからいけないのはですね、こうしてこう書いちゃうと、右側を真横に出してここを下げるのは良くないですね。このあたりを注意しながら意を書くようにしましょう。そして意のですね、元の漢字はこの持って持ってって言うんですね。こうしてこの字なんですね。この字少し崩しますと、こうこうこうしてこうしてこういうことですね。もっと崩すと、もうこれをこうこうなってこうなってこうなって、これもっと崩すとこうなって、そしてだん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 こうなって、そして今日のこのいいっていう字はこうできるんですね。以上、本日の、ワンポイントレッスンはひらがなの一手字の解説でございました。これから折を見て48文字順次説明していきますので、どうぞ皆さん、チャンネル登録をしてご覧になってみてください。これで中本博士のワンポイントレッスンを終わります。ご清聴ありがとうございました。